はい、どうも皆さん、こんにちは。先日、ツイッターの方で、パスポートの10年前の写真を載せたら、ケイスケさん、10年前の方がイケメンじゃないですか？男前じゃないですか？なんでこんな風になっちゃったんですかっていうリプ、たくさんいただいたんですけども、何を言う？今でも十分にイケメンではございませんか？イケメンイケボ実況で、おなじみの、怒ったかな？許さないかな？これからチャンネルの、ケースケです！ブーということで、最近ね、話題の、橋本環奈ちゃんの可愛いね、自己紹介ギャグに乗せながらね、自己紹介したんですけども、十分ね、今でもね、イケメンだと思うんですよね。なのでね、女性の視聴者の皆様、ね、私、ケースが今彼女いないんでね、もう有料物件でございます。有料の寮なので、皆さんね、求愛の方、お待ちしております。で、今日は何をお送りするかと言いますと、今日は視聴者様リクエスト企画となっております。視聴者様からね、リクエストをいただきまして、久しぶりですよね。実はですね、まあ最近、レイアウトエディター機能戻ってきてましたよね。で、実は、レイアウトエディター機能、まあ編集すごい大変だったじゃないですか。なんですけども、実はですね、あることをすると、村の編集がめちゃくちゃ楽になるっていう裏技があったんですよ。ただね、これね、動画にできなかったんですよ。なんでかっていうと、まあ、レイアウトエディター機能がなくなった時に VPN を使って村編集機能、戻したりとかっていうのはありましたよね。で、それのせ、それで、結局ね、やっぱり訴えられてるんで、結構、それで負けちゃった場合、使用料発生してしまうっていうので、公式さんがね、メンテナンスとか行って、編集機能、VPN、使えなくしたんですよ。で、その後に、出てきた、編集が少しでも楽になるっていう裏技があったんです。ただね、これ動画にできなくて、やっぱりね、他の知ってるユーザーからしたらね、動画にするなとまた修正されちゃうだろうっていう、ね、風な声があったんで、動画にできなかったわけですよ。ただね、今回ですね、ケイスケさん、レイアウトエディター機能、復活しましたし、裏技、今でも使えるんですかねっていうリクエストをいただいて、あ、確かにそうだなと思ったので、なので今回はですね、まあ、レイアウトエディター機能戻ってきたので、今回はですね、そのレイアウトエディター機能が、なくなってた頃に、使えてた裏技、こちらをね、皆さんにお見せするとともに、果たしてまだ使えるのかどうかやってみたいなと思います。はい。じゃあね、それね、説明していくんですけども、去年の9月あたりに裁判決着がついて、で、そっから2月まで約5ヶ月間ぐらい交渉とか、ね、和解の、契約の交渉とかいろいろやってたんでしょうね。今思うとね、本当その5ヶ月間、やっぱ長いんすね、なんかそういうのって。で、この方法ね、なんか個人的に普及し始めたのが10月か11月あたりに結構知ってる人が増えてきているかなーっていう印象を受けまして、自分もね、結構、知るの遅かったですね。裁判が決着ついたらしい時期、9月以降ですね、10月か11月あたりに、そんな方法があったんだっていうので、知ったんですけれども、今までレイアウトエディター機能がなかったとき、まあ、対戦準備やるとき、まあ、今レイアウトエディター機能出てるんですけど、こういう風にさ、今までさ、このセーブとキャンセルしかなかったわけですよ。だからこれ、イベント、これ今取り除くとかできるけど、レイアウトエディター機能がなかったときで取り除けなかったんですよ。だからこうね、壁一個一個ね、一つ一つ移動させたりとかね、こう施設を偏らせたりとかして、で、配置をね、作ってたわけなんですよ。で、なんですけども、じゃあどういう裏技かっていうと、それをやることで、全部の施設ですね。全部の施設を、こういう風に、これですね。イベントリーに全部回収して、さら地の状態から、施設を置いて配置を作れるっていう裏技があったんです。で、その方法なんですけども、今から説明していくわけなんですけども、その方法っていうのが、まずは、まあ、村編集のあれに入ってて、まあ、タウンホールとか、まあ、施設とかはね、こういう風に、ちょっと、移動させてって、置けないところに置くと、こういう風に赤いマークになりますよね。で、この状態で、タスクキル、アプリを落とします。で、そしたら、もう一回アプリを立ち上げて、次、大工の拠点行って、バーサス戦をやります。で、勝っても負けてもいいんで、決着ついたら、もう一回アプリを落とします。で、そして、アプリをね、つけたら、もう一回ね、村編集画面に行くと、こういう状態になっているっていう、そういう裏技があったんですよ。で、なので、今からですね、果たして本当に、その裏技ですね、レイアウトエディター機能が戻ってきても、その裏技、できるのかどうかっていうのを、やってみたいなと思います。ただね、もうレイアウトエディター機能が戻ってきてるんで、この裏技ね、本当別に何の使い道もないんで、
興味本位ぐらいな感じでね、ご覧いただけたらなと思います。さあ、それではね、早速やっていきましょう。じゃあね、このね、設定してるこの配置にしましょう。で、この配置にしておいて、で、タウンホールね、こういう風にやっといて、で、この状態で、はい、タスクキルをいたします。で、落としましたね。で、もう一回つけます。で、もう一回つけて、これ、まあ、治ってても治ってなくても、まあ、どっちにしろ、どうでもいい、ほんと、消消化感だけど。で、ここからね、大工の拠点に行きまして、あ、そう、配置全然作ってないんだ。配置作ってないんだけど、バーサス戦、行きますよね。で、バーサス戦に行って、あー、ちゃんと攻めてえな。ちょっとどうしようか。大工の拠点最近やってないんで、ちょっと、普通に攻めて、普通に、まあ、こういう、これもう普通に負けていいですよ。負けてもいいんだけど、こういう風にやってって、まあね、こう出していくわけですよ。こうね、これ普通にね、勝っても負けてもいいんで、自分はね、もう適当にこうやっていきましょうか。適当にやってって、で、まあ、あれですね、ユニットをね、バトルマシンとか出してって、まあ、こういう風に、適当に、わーって、出してって、まあ、ちょっと待って、とりあえず、星2を取っといて、一応ね、勝ち負けにも一応こだわっておきたい男なんで、とりあえず、バトルマシン出してすぐ終われよって話なんですけども、まあ、いっか、適当に雑に攻めてって、で、まあ、星2取れる、星2いけないか。久しぶりにやったから、下手くそなんだけど、まあ、これで、終了しますよね。で、さあ、こっからですね。あれ、待って、決着ついてからだったかな。いや、まあ、とりあえず、決着ついてもつかなくても、とりあえずこれで、なってなかったら、あ、どうしよう。まあ、じゃあ、決着ついてから、アプリ落としますわ。あー、オッケー。はい、決着ついたんで、で、これで、アプリをもう一回落とします。で、アプリを落としたらもう一回つけていって、さあ、こっから、村編集機能、果たして、どうなっているのか、見ていきましょう。こっから、まあ、普通に戻りますよね。で、戻っていって、で、からの、で、さっきこの真ん中のやつでしょうね。これをレイアウト編集すると、どう？あーはははは！あー、はい！こんな風にね、あ、戻ってなかった。まだ使えるんだ、この裏技。まだ使えるんだ、これ。ね。こういう風に、施設とか全部回収した状態で復帰できるっていう、そういうね、裏技というか、なんかバグなのかな？一応なんかちょっとわかんないんですけどね、それがね、使えてたんですよ。でね、まあ、これ、まあ、また修正されるかもしれないから、ね、動画にするなとかね、公式さんに知られないようにするなって思ってた人いると思うんですけど、まあね、判決文見る限りね、村の記録とかの感じの特許だったらしいんで、これに関してはね、これ、特許、ね、侵害してるっていう、ね、訴えしてたんですけど、これ、抵触してたのかな？この機能の場合。どうなんですかね？わかんないんですけども、こういう風にね、施設を回収できたっていうね、裏技がありました。さあ、そしたらね、今自分、さっき施設全部回収した状態になってたじゃないですか。で、これね、一回ね、なんか戻っちゃったりすれば、またね、施設こういう風に、編集、元通りになってます。なのでね、こう、全部、回収されちゃったわ、やべえ、どうしようってなってた人でも大丈夫です。ご安心ください。一回ね、自分の村とかに戻りさえすれば、こういう風にまた再配置された状態になるっていうね、こういうね、バグなのかな、裏技なのかな、そういうのがね、あったわけですよ。はい。ということで、今回は、レイアウトエディター機能が戻ってくる前に、知る人ぞ知るね、ちょっと編集が楽になる裏技。あれが実際、レイアウトエディター機能戻ってきたら、できるのかどうか。で、裏技、バグなのかどうかっていう調査。こちらをね、やってみました。いや、まさかね、まだ使えるっては思っていなかったんで、結論としては、まあ、世界的にも、まあ、なる、バグなのかなっていう、印象でしたね。なので皆さんもよろしければ暇つぶし程度にもやってみてはいかがでしょうか。まあ、レイアウト機能が戻ってきたんでね。もうあんまり使う場面っていうのはないと思います。でね、またね、訴えられてなくなるっていうことはね、もうね、ないとは思いますね。もうグリートはね、もう平和的に解決いたしましたんでね、なくなることはないと思います。
なのでね、まあ、これからもね、毎日クラクラ動画ね、投稿していきますし、またね、なんか面白いバグとか裏技ありましたら、どん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 、こちらのコメントとか、あとツイッターの方でご連絡いただければね、全然動画にいたしますんでね、またチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、で、最後におすすめ動画も、貼っておきますんで、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。